はい、どうも、もぐらでございます。こんにちは、坂東です。はい、というわけで坂東さん、今回のゲームはキャンドル。はい、ホラーゲーなんですよね。はい、なんだろう、探索系ホラー、ちょっとアドベンチャー入ってます。アドベンチャー、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はい、で一回プレイはされたんですよね。はい、私はすでに最後までプレイ済みで、今回はもぐらさんに初見です。はい、プレイしてもらおうと思ってます。少し謎解きが難しいところがあるかと思うので。難しいんだ。じゃあその時は そうですね、助言助言をちょっとください。はい、それじゃあ早速。謎解きがちょっと難しいからもぐらさんには無理かもしれねえみたいなことを今言われましたからねビシッとやっていきましょう。はい、あ、暗めですね。じゃあ私がヤギさんしますか。はい、ようこそいらっしゃいませ、お客様。うん。通行料もちゃんとお支払いいただいておりますね。とすればご案内をさせていただきましょう。通行料が必要なんだ。ほう。これどういう話なんだろう。私はこれ、あれ、なんか私の…私はゴーと、この館の管理をしているものです。はいはいはい。お名前をお伺いしても?あ、これもしかして名前入れられるのかな?どうも、もぐらでございます。入れましたね。入れられなかったですけど。これ眼帯が何か意味があるのかな。ありがとうございます。少々お待ちください。はい。大丈夫かな。この人の名前が必要っていうことはないかな。もぐらで通していいかな。クリスタ、まあ大丈夫じゃないですか。さあ、これをどうぞ。え、着替えですか。マッチ。この館にあるろうそくすべてに火を灯してください。ほう。そうすればお客様の願いは叶うでしょう。うん、俺は願いを叶えるためにここに来たのか。うん、てん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 。もぐらさん、無言のキャラクターが多いですね。うん、よくてんてん言ってますね。さあどうぞ、お進みください。このゴートのループタイ可愛くていいですね。あ、可愛いですね。これループタイって言うんですね。ループタイ可愛いですね。お、いいですね。なんか、このキャラクターもすごいちゃんとしてますね。書いたのかな、これ。テコテコって言ってます。テコテコ。さあどうぞ。あ、俺読んじゃった。さあどうぞ、お進みください。はい。その前にだ。バサル。まずここら辺をこう。お、目の前で。お、操作方法が来ましたよ。おお、矢印とダッシュ。ダッシュがシフトでダッシュ?そうですね。シフトをしながら。ってことは逃げる系があるってことかな?で、青い炎の鳥かごでセーブができます。ほう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 。Z ってのがこの、今ゲームパッド使ってるんですけど、あ、これで、これで、早くなれるんだ。よし。これでメニュー。OK、行こう。行ましょう。さて、ん?お、あ、へぇー。おー、自分の周りだけ明るい感じなんだ。そうですね、ろうそく持ってるんですかね。あれ?あ、これでファイルでセーブ。じゃあセーブしとこう、はい。青い炎の。まず怪しいんですけど、この先には行けないってことなんですか、これは。煙のようなものが道を塞いでいる。行けなさそう。塞いでるのか。こっちは行けるのか。あ、こっちは行けるんだ。あ、なんか広そうだな。ちょっと下行ってみる。行けねえ。は、扉に鍵がかかっている。オールイングザヘッド。アライン・ザ・ヘッドですかね。アライン・ザ・ヘッドですか。と書かれている6文字のパネルがある。わからんからやめよう。6文字なんか後で考えよう。んー、すごい木箱が。あ、奥にろうそくがありますね。はあ、これ系ですか。これはダメですね、これだと。あ、これいけましたね。おー、いけました。おう。火をつけます。はい。あ、これは読めますか。はい、お願いします。今日、妹が生まれました。うん、とても可愛い女の子です。ほう。これから仲良くなれるといいな。妹、ほう。え、うん、今のは、うん。あれ、何個に火つけろって言いましたっけ。何個だったっけかな。13です。うん、結構あるな。言ってはないんですけど、すべてにつける。13個か。うむ、超簡単だ。声つけます。お、妹が歩くようになりました、うん、ほんの少しだけど言葉も喋ります。早く僕の名前を呼んでほしいな。
これ細かくていいですね。これ漢字書けるのがちょっと増えてますね。確かにちょっと成長してますね。うん、少しとか妹とか歩くが喋れると、喋れるじゃない、書けると。これは気になるものない、ない。うん、これは気になるだろう。紙が貼られている。うん、カラス、アリ、何か、ドラゴン、トラ、ゾウ、ライオンですかね。あ、ライオンですね。うん、一つだけ絵の書かれていない四角がある。下の、ん、絵の下には何か文字が。ほう、いろいろと集めたがどうしても一つ足りなかった。だからそこには爪を置くことにした。爪、爪、カラス、アリ、爪、ドラゴン、ライオン、ゾウ。まあ必要になった時に考えよう。とりあえずは、とりあえずは違うとこ行ってみよう。まずは行けるところに行こう。ん、また出た。ん、お、お、え、あ、お、お、そっち側じゃダメだってことか。これもしかして、これ覚え芸ですか。これ、お、いけた。うん、なるほど。うん、お、お、よし、来た。はい、うーん、お、今日はみんなでピクニックへ行きました。妹は髪も伸びて、うん、女の子らしくなったなぁと思いました。いい天気が続けばたくさん外で遊べて嬉しいです。どんどん漢字も使えるようになってる。結構大きくなってきてますね。お、あれ、あ、戻された。まあいいか、よし、3つだこれで。それでもここはいけないのか。ちょっと待て、そうなると多分ここの6つのってのが、アライン・ザ・ヘッドっていうのは、はい、頭を並べてという意味になります。うん、なるほど。英語で並べなきゃいけないのか。ちなみに6つ、6文字入るんですけど、今まで6文字、6あったものって何かありませんか？ありますね。ちょっと待って。なんか適当に入れないとさ、できないですね。英語じゃなきゃいけないのか。そこが重要だ。カラスは、英語で言うとクラウンだっけかな。 C、 アント、クロウ、はい、 C、A、 爪は N、 C、A、N、 ドラゴン、 D、 ライオンは、ライオンは L、 ゾウはエレファント、 E、 はい、C、A、 はい、 N、 はい、 D、 はい、 L、 はい、E、 はい。ちなみにそれ、はい、ゲームウィンドウの左上に、え、ゲームウィンドウの左上にキャンドル、キャンドル。なるほど、キャンドルって書いてあるじゃないか。書いてあります。うん、覚えられるかとか思ってたけどめっちゃ書いてあった。C、 A、 N、D、 L、 E、 ファイヤー、はい、よーし、余裕だな。でもこれまだ4つ目だからな、まだまだあるな。今日メイドに頼んで妹のお人形みたいな服を妹に着せてみました。うん、とっても可愛かった。え、な、何をしてるんだ。妹に着せてみたって、なんか変なプレイを変なプレイをしてるわけじゃないのか。さて、これでもういけるかな。おー、おー、上に行けますね。これは第一ステージクリアですね。セーブしましょう。セーブしましょう。よーし、こっから第二ステージ。なるほど、なんかなんとなくシステムが分かってきました。あ、分かりました。こんな感じで進めていけば。なるほどなるほど、こういうことですね。鍵がかかっている、まだだと。むむ、正解は一つだと言いたいのか。うんうん、まあ、なんで読む前に、ね、読む前に1、うん、4は嘘をつく、
待て待て、一発で決めたいな。はい。にと書かれたのに思うが、私は本当のことを言う。はい。3と書かれたところは、2は正直者だ。はい。これ、これじゃん。2は正直者だって言ってるんですよね。でも嘘ついてた場合。ちなみに正直者は1人だけなんですよ。そうですよね。だいたいこういう時は正直者は1人だけ。そうです。でも、そうなるとこいつは偽物だ。あいつも、あ、こいつは嘘をついてる。こいつは嘘をついてますね。2番はダメです。2番は嘘ってことは、3番も嘘じゃないですか。はい、2は正直者だって言ってますから。あ、そうか。そうだ。2、3は消えましたね。2、3消えましたね。3は嘘をつく。これは本当のことを言ってる。待て待て。1は本当のことを言う。待て、1は何て言った？ 4 は嘘をつく。4は嘘をつく。いや、4だな。3は嘘をついてるでしょ。3は嘘をついてますね、今んとこ分かってる。3は嘘をついてるから、彼が本当だ。くらえ！やった。あの子がひどい熱を出した。うん。お母様たちがずっと看病をしている。神様、お願い。連れて行かないで。何その連れて行かないでって、なんか不穏な感じは。そういえば忘れてたけど、ホラーだって言われてたな、これ。ホラーですね。どっかでどんがらがしゃーんみたいな、なんかあるのかな。よし、ダッシュは覚えておいてくださいね。ダッシュはもうちょこそこ使ってますよ。おー、つけます。妹は体が弱いらしい。うん。お母様たちに言われた。難しい病気の話はよくわからなかったけど、お家でなら遊べるみたいだから、これからたくさん遊んであげよう。うん、妹は、そうか、体が弱いのか、持病持ちか。ぼんやりと光っている。怪しいな。うっうっ、赤野郎無駄に割れるんじゃねえ。私も同じところでビクってなりました。よかった、今ちょ、めっちゃ楽しみでした。なにこれ、ここは。お、ちょっと待て、逃げた方が良さそうだ。え、ちょっと、え、セーブ。ここで死ぬわけにはいかない。バカ野郎、ちょっと待て。君結構早い。早い、君結構早くないか。待って待って、今二択のルートこっちでいいのか。ちょっと待って、君は早い。いや、思ったよりもすげえ早い。そしてなんかちょっとショートカットしてくる。これは合ってるのか。おっと来た。びっくりした。逃げ切れたみたいだ。あ、突然。すごいショートカットしてくるんだもん。あ、なんかあるぞ。いや、待て、まずは灯してからだ。ビシ。最近はお姫様ごっこがブームらしい。ほう。僕は王子様になったり、悪者になったり、忙しい。うん、ああ、そうか。いいお兄ちゃんだな。でも、あ。あ、ごめん。でも、なんだった。でも、ね、でも一緒になんかゲームがうんたらかんたら。ごめん。でも一緒にゲームがうんたらかんたらの部分読み進めちゃったね。半分の鍵。もう半分があるのか。今まで鍵閉まってる部屋ってありました？ありましたね。でも半分ですよね。半分だな。半分じゃダメだろ。もう半分を見つけないと。もう半分ね。でもあそこの部屋もう一回入りたくねえんだよな、俺。鏡の部屋。いやだな、入るか。本棚はなさそうですね。ないな。あ、やった、よかった。一階に戻ってみますかね。そうね。一階もいくつか本棚が。半分か。あ、めんどくせえ。あそこ行かなきゃいけないかな。あそこめんどくさそうだな。もっと簡単に手に入れられるところに置いてないかな。なんかとりあえず棚っぽいもの全部調べてみますか。木箱みたいなのも。そうですね。あ、そうか。木箱とかも調べときますか。この、おう、びっくりした。あ、めんどくせえ。めんどくさくないですか。うん、こっちめんどくさいっす。この辺とかにない。はぁ、行くか、行ってみるか。なんかどっか光ってないかな。もうあからさまに光ってるんだったらそこ目指していくんだけどな。あ、で
でもここを触れるのはその右を。おい。お、手書きでメモが残されている。むむ。しょうがないな。ちなみにこれ。はい。ヒントなんですよ。はい。ヒントでしょうね。はい。これは、戻される部屋のヒントです。マジかよ。今俺がスクリーンショットを撮った意味は何だったんだ。残念です。くそー先に言っておけば、これで一発でろうそくにたどり着けたんですよね。なるほど。一歩、ん？遅かった。一歩南に行って、三歩西に行ってって、そういうことですね。そうです。はあ、まあね、いいんですよ、いいんですよ。うん、クリアしてるんで、あれは。そうです、そうです。さあ、行きましょう、行きましょう。鍵を探しましょう。鍵？でも、これはここじゃないだろう。参ったな。行きたくねえな。お、あ、ハンドルの鍵、やった！これ、さっきの鍵とくっつきそうだな。うん。よーし、見つけた。もうちょっとわかりやすくしてほしいぜ。光ってなかったですもんね、あれ。うん、なんかちょっと、あそこにね、ちょっと光を入れるだけでもね、助かります。確かに。よし。さて、まっすぐ行っていいのか。またなんか、ちょっと警戒していきましょう。はい。お庭に咲いていた花で冠を作ってあげたら、とっても喜んでくれた。リリーは僕のプリンセスだ。お、リリーって言うんだ、妹は。元リリーちゃんだ。お酒を飲んでたらコースターがぶっ飛びました今。よし、行こうか。プリンセスリリー、うん。鍵がかかっている。ほー。うん。木箱。プリンセスリリーね。あ、セーブしましょう。行こう行こう。行こう。さて、3階ですね。12問目。13個ってことは、この上のある1個で終わりってことなのかな。今まで、4つずつありましたもんね。ドキドキ。つけます！リリーの病気が悪くなった、うん。どうして僕の妹がこんな目に遭うんだろう。早く元気になって。本棚は。名前がたくさん書かれた本棚。うん、なんかないのか。なんか分かります。本棚はめっちゃ調べますよね。うん、なんか一冊ぐらいなんかこう気になる本がこうビッと置いてあったりとか。くそー。ちなみに本棚は、うん、2箇所、うん、1個の本棚につき2箇所を調べられます。マジっすか。一応やっとこう、ローラー作戦。おっ本の間に紙が挟まってました。よーし、スクショだ。ふんふん、ポチッと。よーし、スクショ完了です。馬車。よーし、最高。もうないだろう、さすがに2個なんてことはねえだろう。むむ、うん、むむむむ、牢屋の奥にろうそくがありますね。あー、鍵がかかっている。すべてを同じ色にしろってことか。隣が光るんでしょ。隣が光るんだよね。あ、なりました。さあどうだ。おー、閉められたと思った。あー、びっくりした。寄宿舎に入ることになった。リリーと離れるのが辛い。休みになったらすぐ帰ってこよう。そうか、寄宿舎ですか。結構もう感じも離れるとかも。うん、かなり大人になりつつあるのかもしれない。それ、さっきのこいつなんじゃね。このキャラクターのことなんじゃないのかな。張り紙に何か書かれている。12本の明かりが囲う深淵の中。おお。もう一回読んでいいかな。12本の明かりが囲う深淵の中。うん、覚えとこう。お、数字は後でだ。
はっ、絵に描かれたろうそく。てん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 。どれか一つだけ本物ということか。私知ってます。はい、これです。おお、あ、うん、正解です。最近あまりリリーの具合が良くないと聞いた。あ、そうなの。週末には一度家に戻ろう。心配だ。うん、リリー死ぬなこれ。うん、とりあえず数字を入力か。なんかまたヒントを探してこいってことか。しょうがないな。とりあえずセーブしますか。あ、セーブしときますか。とりあえず、うん。うる、お、むむ。うん。うん。怪しい。ギーって音がする。ギーっていうのは私の椅子の音です。そうか。今私ちょっと足を組み替えました、すみません。足を組み替えたか。それはそれでちょっと名前もいかしくていいけれども。ギーって音がしてピクったけども。水は黒くて底が見えない。何か足場を作ることができればか。足場になるものを探しますか。アイテムとか使えるのかな。これアイテムってのがある。マッチ、うん。とりあえずだ。うん。足場。今までなんか木箱ぐらいかな。木箱。木箱今までいっぱいありましたよね。うん、木箱ぐらいかな。ちょっと一応こっちの段も。用意しない。今の部分は早送りでした。まあ行けるところもなさそうだし、一旦戻るか。行きたくねえんだよな。恐怖症になってます。鏡。うん。うん？うん？うん。鍵があったところですね、半分の。何かが必要なんだろうと思うのですが。ほ。お、持っていけた。なるほど、これを足場にしろと。さて、ここだろ。あれ、う、あれ。戻ってきましたね、1階に。あ、でも左下の木箱ですよ。そうだ。いっぱい持っていけるぞ。ちょっと待って、ってことはもっといっぱい必要なのかもしれん。これはでも持ってきますかね。動かせる、動かせる。この野郎、この野郎、ダメだ。あそこは別枠ですっていうことですか。そうですか、そうですか。まあ、とりあえず2個手に入れたから2個持って上に行ってみようかな。足んなかったらまた探しに来よう。ふんふんふん。さて、木箱を足場にできれば少し池も見ることができそうだな。バシャーン、バシャーン、ドバシャーン。2個落とした。足りましたね。来た。87405。わかりますか。これ四隅に3本ずつろうそくが立ってるんですよ。はい。12本の明かり、はあの真ん中の深淵の中、はい、これのことか。87405。よし、覚えた。そういうことか。とりあえずだ、87405入力。はい。87405。ビシッ。よーし。おし。さて、待て待て。待て待て。何か起きないかだけちょっと心の準備だけ。心の準備だけ。何もないか。何もないな。また奴が来るかも。うん。よーし。つけます。リリーの容態が急変したと連絡があった。あ、マジか。ああ、どうしてそばにいてあげなかったんだろう。どうすれば助かるんだろう。そのリリーを助けるために俺はここに来てるのかな。というところで、はい、開いた。よーし、上が来ましたね。ラストかな。マッチがあと1本しかないのでラストですね。
火がついている、ろうそくでもないのに一体何。こんな噂を聞いた。町外れの古本屋にある黒魔術の本、ほう、そこにろうそくの館へ行く方法が載っているという。ここだね。その館に行くことができれば何でも一つだけ願いを叶えることができるんだとか。うん、シェンロン見て。悪魔の誘惑のようだが手段を選んではいられない。うん、リリーのためにな。やっぱり俺の記憶が、うん、うわ、服に火が、唐突、死んじゃう。え、あ、でも水の音がしたから大丈夫か。おお、そうかそうかそうか、ここか。さっきの部屋、奥にろうそくがあったな。最後の一つに違いない。急ごう。リリーを助けるために。ただしちょっと待て。この後、ここから出たら。うん、大丈夫だ、うん。大丈夫なのか。とりあえずセーブだ。よーし、いいか。心の準備をしろ。なんかしてくるぞ、絶対。なんかしてくるぞ、絶対。おお、なんだ、これで。なんか黒い。落ちた穴ですよ。これが穴か。飛び越えますか、飛び越えます。いいか、最後だぞ。なんかしてくるぞ、絶対。つけます。あれ、マチが濡れて、お、池に落ちたからか。どうすれば。さっきの兵道ドカン。おや、お客様、どうされました。え、お前は入り口にいた。ゴートです。何か問題でも起きましたか。うん、マッチが濡れちゃってつかないんだよ。てん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 。さっきそこの廊下の床が抜けて下の池に落ちた。その時に最後のマッチが濡れて使えなくなったんだ。おやおや、それは残念でしたね。ダメなの。替えのマッチはないのか。残念ながら入り口でお渡ししたものが全てです。そういうさ、その最後の最後でさ、なんかこうわざわざ蹴落とすみたいな、そんなことしなくてもいいだろう。決して俺の過失ではないはずだ。それでもダメなのか。そのような決まりになっております。そういう罠だろ、最初から。何か問題が起きて紛失されたり使用不可になったとしても新しいものをお渡しすることはできません。なんかそれ開示で同じようなこと言ってなかったか。ふんぬ、あと一つだったらね。てん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 。うん。このろうそくをつけることができないとなりますと、お客様にはここでご退出いただくことになります。あそこの右上、左上にある火をこう何とかして。リリーはどうなる。お客様の願いが叶わないだけですので、この館の関するところではございません。黒服。それでは元の場所へとお送りいたしましょう。うん、待て。また何かございましたらいつでもお待ちしておりますよ。待て。この感じはあれかい、等価交換かい、しようとしたんですかね。イフォトは持ってかれたんじゃないですか。あ、そうか、戻ってきたのか。片腕と片足が持ってかれたのか。リリーは、走ってる音がする。お母様、お、きれい。モグラ。いや、ちゃんと呼んでくれる。お母様、顔老けてるけど体はちょっと結構ナイスバーリーで。そうですね。一体どこへ行っていたの。それにその目。目持ってかれたか。片目が持ってかれましたかね。今はそんなことはどうでもいいんです。リリーは持ってかれたのか、本当に。さあ、最初から目はなかったですね、来た瞬間から。てん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 。つい先ほど息を引き取りました。間に合わなかったか。そんな、リリーちゃん。リリー、助けてあげられなかった。あの時池にさえ落ちなければ。
もし時を戻す魔法があれば腕を切ってでも最後のろうそくに火をつけたのに。はっ、持ってかれる持ってかれる。ん、時計の音がします。お、終わった。エンディングです。ってことはですよ、これは、はい、周回プレイをしてあそこでなんとか、はい、落ちないようにすれば、はい、エンディングが見れるってことですね。そうです。うわー、超気になるというか無事なマッチがあと1本あればいいんですよ。無事なマッチがあと1本あればいい。もう一本、あ、もう一個マッチをどっかで見つけられるのか、落ちた後。ちなみに探索している中で、はい、引っかかったとこってありませんでした？引っかかったとこありません。多分あの開けてない部屋だとか、開けてない扉だとか、はあ、開けてない箱だとか。なんか俺は忘れてるのかな。終わった。終わった。でもこれ新エンディング見たいですね。見たいですね。ちょっとそれもう一回言ってみていいですか。あれあれ、こちらはおまけの部屋となります。簡単なキャラクター設定などを見ることができます。ほー、あれ、あ、猫たんだ。あ、モグラですね。モグラ、名前はモグラさん。モグラ天さん。17歳現在学生。お、妹の病状悪化を聞き、寄宿舎から急遽帰省。ろうそくの館についての噂を聞き、何わらにもつがる思いで、儀式を決行。片目がないのは館への通行料として、あ、持ってかれたんだ。持ってかれてたんですね、最初から。なるほど。母ちゃん、クリスとリリーの母、エンディングでのみ登場。エンディングしか出ないのに表情差分の立ち絵が必要で、作者的にちょっと面倒と思ってる。ああ、なるほど。立ち絵を描いたんだ。妹触れないですね。あ、妹ダメなんだ。蓄音機。ゲーム内で使用した曲を視聴できます。へえ。うん。こんにちは、作者の WH です。この度はゲームをプレイしていただきありがとうございます。いえいえ、こちらこそ面白いゲームでした。当ゲームを作るにあたり発想の元ネタになった曲が存在します。ほう、ご存知の方はスタッフロールの曲を聞いたときにどこかで聞き覚えがある、ん？聞き覚えかと思われるかもしれませんと。スタッフロールの曲は元ネタになった曲をオマージュして作ったものとなりますと。そして今回のエンディング、納得のいかない方もいるかと思います。はい、ここにいます。そんな方ぜひ右側の扉よりほうお入りください。きっと何かいいことが待ってます。ほう、とりあえずここにゴートさんおるけん。ろうそくの館の管理人、うん、主人に管理を任されている。うん、不調は丁寧で優しいが情が存在しないので客人に感化されることはない。うん、パッとパチンって出されちゃいましたよね。おや、この先の部屋は実況動画収録禁止の部屋となります。なに、生放送の方はラッキーだったということで、そのままお進みいただけます。何それ、生放送だったらありなの。ありでした。マジで、くそ、ぐー、中に入りますか。中には入りますよ、私は。とりあえず入りますけど、でも実況はここまでです。そうですね、すいません。ということで、ご覧になった皆さん、真のエンディングは自分でプレイしてください。リリーは果たしてどうなるのか、動画概要欄の方にですね、ダウンロードできる URL 貼り付けてあります。私と坂東さんはこの後のエンディングをちょっと見に行ってきますけれども、とっても楽しみます。動画ご覧の方はぜひ、はい、ダウンロードして自分でやってください。10分くらいでクリアできると思いますので、空いた時間にぜひプレイしてみてください。よーい、それではお疲れ様でした。お疲れ様です。はい、せーの、チャンネル登録よろしくね。モグラと坂東、当然どっちも。チャンネル登録まだしてないの？か
簡単だよ、ほらボタンを押すだけ。チャンネル登録してくれないの？あれ君、あ、じらすね。震える卵にご注目。はい、チャンネル登録よろしくね、ちゃん。